しょうね。まあその十人十色の世界すぎるんですよ、ギターって本当に。今ってやっぱ YouTube で、まあ、いろんなスタイルの演奏をしてる人がやっぱ見れて、いろんな答えっていうのがいろいろ解説してる人もたくさんいて、こうすればいいですよっていう情報にありふれてる時代だと思うんですけど、それって結構ギターを上達するっていう観点で見ると、ちょっと逆行してるような気もする。何が言いたいかっていうと、結構自分でその探さないとたどり着けない世界なんだよってことが結構言いたくて。でもやっぱり正解っぽい情報がこれだけありふれてると、やっぱなかなか自分でその探求し続けるとか、自分で探し続けるっていうのが結構メンタル的にやりづらい時代だと思ってて、正直。だから僕なんかはもうずっと何も動画とか見ずに、ずっとギター触って、こういうフォームがいいかな、ああいうフォームがいいかなっていうのを、そのこういうふうにウェブカメラ立ち上げながら、もう何時間でもやってられるんですけど、まあこれって結構稀な性格だと思ってるんですけどね。だからなんかそのシリアスな話のようにも聞こえるんですけど、なんかすごい気軽な気持ちでいろんなフォーム、こんなフォームちょっと俺できんのかな、でもちょっとやってみようかなっていう、そういうチャレンジ精神みたいなのが、まあものすごく大事になってくる世界だと思うんですよね。ギターに限らずですけど、音楽って。でやっぱりその手の形もみんなそれぞれ違うから、もうとにかく実験していくしかないんですよ。こうしたら良くなるよっていう、僕的に言わせると危険な言葉なんてとても言えないんですよ。まあもちろんある程度はあるんですけど、ある程度こうするといいんではないだろうか。まあではないだろうかって言い方にしますけど、でも基本的には自分で探していくしかない世界だと思ってて。だからすげえ大変だと思いますよ。ギターとか音楽とかやり続けるっていうのは結構心折れたりもするよなっていうふうにも思うんですけど。でも一番自分に合うフォームとかスタイルっていうのをクリエイトしていくっていうのが楽しめるようになると、もう最強になると思います。なんかちょっと話がだいぶ飛躍しすぎちゃったんですけど、今その少ない文字情報の中で、まあ、適切なんてものはないけど、適切なアドバイスをしてくださいって言われると、まあ今みたいな答え方になるかなっていうふうには思います。だからその運指練習でこれやっとけばいいっていう練習方法は、そのパッと説明できるものではちょっとないかなって思います。だからパッと説明できるものとしたら、やっぱりそういうふうに探求し続ける、自分のフォームを探し続けることが一番の近道だよっていうふうにはやっぱ思うかなって思います。